私が天下無双だなんて。反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がねば影勝様たちが危うい。待て影勝様、しばしお待ちを。この金積みが直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。さあかかってこい。お見せしよう。好きにはさせん。ενソニー、アヤの心にも響きましたよ。ランカルは無数の敵か。我が槍で押し通るのみ。
気概を感じる。ただの賊ではないようだ。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。調子で奮戦せよ。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。金継ぐ雪村救援。来てくれたようです。あと少し耐え抜きましょう。お見せしよう。好きにはさせん。なんという武勇。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。よく来てくれた雪村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。母上がまだ戦っている。
参ろう。頼もしき同志を得て私は幸せだ。我が前に立つと愚かな。感謝します。さあ共に敵を押し返しましょう。私の手でお救いする。こちらがお返しをすれば勝負の気風示さん。かつては勝っていたが詰めが甘かったか。拙者自ら当たるのに。受けろ。そのまま前線で城の防衛を頼む。承知しました。その勇気アヤの心にも響きましたよ。この俺が相手だ。来い、グレムの闘志を見せてやる。その差がありすぎる。拙者の部で完全の敵を蹴散らさん。こんな見事に負けちまうとはな。城に向かう国の輩は打ち払った。直江兼つも今こそお二人の身元へ参る。兼つも、あなたの義と愛、この異界でも変わらぬようですね。なぜ役目に預かり光栄です。頼もしき同志を得て私は幸せだ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。我が名は徐光明、湧いて願おう。あの白ずき、そして高潔な空気、あ、まるで顔に献身のよう。正々堂々とした姿勢、できながらあっぱれだ。義と愛の勇士、直江兼続がお相手しよう。なかなか熱い御仁のようだな。だが拙者も引けぬ。参る。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐光道、あとは俺たちに任せてくれ。大指示だ。すまん、頼んだぞ。ジョコードを追い詰めた。敵軍の勢い、侮れや。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。愛し人、この世界。よし、私が話をしてみよう。兼次、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。ルギの輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ。影か無連の闘志を見せてやる。
その勇気、アヤの心にも響きましたよ。敵の城攻めはまだ続く。油断できない。あの程度の数で城は守れまい。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らぬ。敵の大将が出てきやがった。その首もらうぜ。邪魔をするな。上皇殿の野郎、相当な腕前だった。この大使、久々に本気になれそうだ。私の相手で不服かな。策の練り直しだ。我が前に立つと愚かな。私の相手で不服かな。身のこなし。無限の手足を見せてやる。孫悟の兵よ、道を開けろ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様はこの世界に。あの方に剣を振るわけには。大使、無事で何よりだった。再び孫悟、いや私の力になってくれぬか。孫権とは申し訳ない。ここで下っては俺の真偽が。2回であってもお前は変わらぬな。分かった、全力で来るがいい。ありがとう。その心です、大切にしてください。お見事でした、孫権殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。謙信公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。良いのだ大使、それに徐光、お前たちさえ良ければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしき者の夫、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。良い愛。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。徐光明、ひたすら武の道を極めん。これは執着。
それにしても信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。まあ直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何より今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、東卓、そして炎上、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。修繕、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。